ロビン・トロワーは、イギリスのブルース、ロックギタリスト、代表的な地ヘンフォロワーの一人である。地味ヘンドリックス的な曲作りと、よく似た粘り気のある、ブルージーなサウンドから、ジミの再来と評された。少年時代、BB キング、オーティス・ラッシュラブルースギタリストに影響を受けた、トロワーは、1963年、ゲイリー・ブルッカーラと4人編成の R&B バンド、 パラマウンツで本格的な音楽活動を始める。ローリングストーンズはパラマウンツをイングランド最高の R&B バンドと表し、前座と指摘をした。その後、パラマウンツは6枚のシングル版をリリースしつつ、ビートルズの前座やサンディショー、クリス・アリュースなどのバックバンドを務める。1966年11月、パラマウンツを脱退したトロワーは、 ジャムというブルーストリオを始めるが短命に終わる。1967年7月、デビューシングル、青い影を大ヒットさせたばかりのプロコルハルムが分裂し、リーダー格であった元パラマウンツのケイリー・ブルッカーの誘いでプロコルハルムに参加する。トロワーは、プロコルハルムで順調にキャリアを重ねるが、1970年、ドイツでジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスと共演した際に、 地味のプレイに感銘を受け、地味の死後、1971年にリリースされたブロークンバリケーズにおいて地味に捧げる歌としてソングフォーアドリーマーを発表し、ギターも地味が主に使用したフェンダーストラトキャスターに変えるなど地味からの影響は強まる。他のメンバーとの音楽性の相違も大きくなり、1971年7月、トロワーはプロコルハルムを脱退。 元ストーオン・ザ・クローズのベーシスト、ジェームズ・デュアーらとプロジェクト的バンド、ジュードを始めるが不調に終わる。トロワーとデュアーは、元ジョージャマーバンドのドラマー、レグ・イサドアを誘い、トロワーは、自身のソロプロジェクトとしてのバンドを結成することとなる。1973年2月、トロワーらは、最初のライブを、ウィーンで行い、続いて3月にデビューアルバム、ロビン・トロワーをリリース。 このアルバムはセールス的に振るわなかったものの翌74年にリリースされたセカンドアルバム魂のギターがアメリカで大ヒットしさらに米ギターマガジン誌において74年度ベストギターアルバムに選ばれるなどアメリカで高い人気を得るトロワーはこのアルバムの成功はレコーディングエンジニアジェフ・エメリックの功績が大きかったと述べている1975年 ドラムを、モトスライザ・ファミリー、ストーンのビル・ローダンに変え、遥かなる大地をリリース。アメリカでの人気のみならず、本国イギリスでもチャートイン。日本での評判も高まり、トロワーのギタリストとしての評価は固まる。以上、3枚のアルバムは、元プロコル・ハルムのマシュー・フィッシャーがプロデュースした。さらに1976年、75年のヨーロッパツアーにおけるストックホルムでの、 ライブ版、ロビン・トルワー・ライブにより人気、評価ともに絶頂期を迎え、続く全米ツアーは史上最大の PA システムを使うという大掛かりなものとなった。1976年9月にリリースされたロング・ミスティ・デイズはサウンドがポップ寄りに変化し、トルワーにとって唯一とも言えるシングルヒット、カレドニアを出す。その後、 モトスライザ・ファミリー、ストーンのベース、ラスティアレンを加え、ジェームズ・デュワーはボーカルのみという編成でツアーを行い、1977年1月には初来日する。四人編成となったバンドは、ボビー・ブー・マックらソウルアーティストを手掛けていたドン・ディビスをプロデューサーに迎え、1977年、白昼の幻想、1978年、キャラバン・トゥ・ミッドナイトと、より、 米国マーケットを狙ったアルバムをリリースする。トロワーは後に地味の影響から逃れようとしていたとも述べている。ラスティアレンが脱退し、トリオ編成に戻ったバンドは、1979年、原点回帰的な地獄脱出をリリースするが、セールスは伸びず、翌80年5月、トロワーは7年間にわたった、ほぼ同一メンバーによるソロプロジェクトを終了する。 2008年のライブ1981年、ドラムのビル・ローダンのみ残し、ジャック・ブルースとのトリオを組む。同年、バンド・アンサンブル重視の BLT。翌82年には、ドラムをロビントロワーバンドのオリジナルメンバー、レグ・イサドアに変え、トゥルースをリリースする。ファンクからハードロックまでと多彩であったジャック・ブルースとの共演は、アルバム2枚で終了し、再び、 ジェームズ・デュワート組、1983年、虹色の戦律をリリースする。その後は、アルバムリリースの場を、インディーズレーベルにも移し、1994年には、自らのレーベル、V12 レコーズを立ち上げている。1991年のプロコル・ハルム再結成に、参加した後、1990年代の、ブライアン・フェリーのアルバム2枚に共同プロデューサーを呼び、 ギタリストとして続く3枚のアルバムにギタリストとして参加しフェリーの来日公演にも同行した。近年では V12 レコーズから散発的にアルバムをリリースしながら2008年には欧米ツアーを行うなどソロ初期の曲も含めたライブ活動を続けている。内の放題は国内版 LP リリース時ありがとうございます。